皆さん、直寺の、総本店にやってまいりました。はい。今日はですね、二郎系列の、直寺にやってまいりましたが、なんか準備中って書いてあるんだけど、あれ営業してないの？あれ準備中ってなってたんですか？あ、終わっちゃった。あ、すいません。はい、終わってました。はい、いらっしゃいませ。お手伝いますか？はい。観光席どうぞ。はい、観光様ご指定あります。はい、いらっしゃいませ。お手伝いますか？はい。観光席どうぞ。はい、観光様ご指定あります。すいません、はい、はい、直次郎の大盛りで。はい、少々お待ちください。はい、はいよ。はいよ。すいません、お待たせしました。ナジラの森です。はい、お待たせです。失礼します。席どうぞ。はい、次どうぞ。
はい、ということで食い終わりました。感想はまあ大盛りにしたらね、普通ぐらいの量だったんで、うん、普通に食べて、うん、ちょうどいい感じだったかな。うん、でなんかスープがね、なんか味噌っぽかったですね。二郎系、他の二郎系と比べたらなんかあれって感じのスープで、なんか味噌っぽいっていう、味噌味なんですかね、普通のね。うん、食った感想でしたね。でなんかちょっと他の二郎系のあのイエローとかマッチョに比べて油が少なかったかな。うん、ちょっとあっさりしてましたね。そんなとこでしょうかね。うん、うん、ということでね、またバイバイ。